今日はセンターバックで、岩井選手と、組んだわけですけど、まずはその感想、はい、その感想、いや岩ちゃんとは去年もやったからなんかあんま問題なくて、今日視点以外はもう良かったんじゃないかと思います。ジュビロの攻撃陣に対して、はい、どういう、プラン試合に臨みますか。やっぱ元 J1 のチームで強かったし、いい選手も多いから、いい経験じゃなかったかと思います。ジュビロの相手の、まあ、攻撃陣の中で、はい、特に誰っていうの、前田選手とか中盤の選手か、もう上手かったです。まあ、今日あの失点のところが、まあ、セットプレーからやられてしまったというところですが、その辺に関しては、やっぱり最後までみんなで集中できなかったんじゃないかと思います。あの失点なかったら引き分けとかチャンスあったら勝ったんじゃないかと思います。今後もあの守備の面で、はい、みんなサポーターの皆さんが期待しているので、サポーターのみんなに対して一言お願いします。今日もやっぱすごく、いい応援とかもありがとうございました。今日試合は負けたんですけど、次はもっと集中して最後まで諦めなくて勝ちます。ありがとうございました。